最初の1曲が一番良かったわ。2曲目はなんか普通な曲やった。普通でした。普通にいい曲やった。だからうまく弾けませんでした。接着音楽の刺され物弾こう。それを弾こう。結局音楽の捧げ物を弾くよ。6世伸びてるか、あれを弾こう。先にそっちを弾こう。最後の方のページにあるThank you.
いい曲ですね。難しい、でも。心臓の辺が痛い。死ぬんじゃないかな、もうそろそろ。そんな感じがするわ。んまりにも薬をやりすぎた。それが原因です。今のいい曲でしょう。わからん。ていうか、謎めいた曲でしょう。今のは謎かのっていうんです。謎かの。検索してみてね。謎かの。聞こえる？謎かの。聞こえてんの？俺の声。わからんねんな、反応がないから。わかりませんよ。今聞いてるのは立ちこまさんですか？違いますか？誰ですか？今日は電車で仕事に行って帰ってきてけど、来たんですけれども、その中で電車で今日は何弾くかを考えてて、予定としては音楽の刺さり物と、このフレスコ・バルディのファンタジアを弾く予定やってんけど、まあ結局それをやることに。しました。今その前前座がめちゃくちゃ長かった。
プレスコバルビンのセッティマ。セッティマ、なんか、いいね。トレッソレッティ。三つの主題によるファンタジア。綴りが間違えてたりしたらあかんな。これ。うわ。フレスコ・バルディのファンタジア集。セッティマ。これは中って意味ですよね。違う。7かな。わからん。その前の曲が、セスター。だから、7ですわ。9じゃないわ。セッティマは7です。7曲目から。ちょっと一回タバコ吸います。誰も感想くれないわ、今日は。多分顔がイケメンじゃないから。薬をやると顔がイケメンになるんだよな。やろっかな。でも薬のせいで遅刻をするからな。やあ、こんばんは。難しいものですね、普通に生きるってのは。1秒も普通に生きられへんわ。でもそれが俺の望みなのかもしれない。心の底の。Twitter 見よう、Twitter 見よう。いいねくれてる。とても才能ありますね。羨ましいですよ。寒いから気をつけてください。めっちゃありがとう。自分が何を考えているのか、君には分かるのか。僕には何にも分からんわ。本当は考えるなんて概念がこの世に存在してないんじゃないか。会話を落とすし、寝坊はするし、わけわからんわ。素晴らしい人には嫌われたし、欲がわからんわ、俺は。
やっぱり顔、自分の顔を見ると、薬やった方がいいなって思うね。でも顔なんかどうでもいいかもしれんな。薬ない方がピアノがうまく弾けるわ、鍵盤が。ならその方がいいな。これが考えるということかよ。今日もみんながどんな風にツイッターに書いたんか、どんな一日やったのかを監視して回るわ、今から。誰のっていうのは秘密です。僕の親しい人ですね、でも。僕によく返してくれる人。だいたい7時からやってるからもう2時間ぐらいか。俺には1日のように長い時間やわ。に感じるわ。労働も長いけど、それよりこっちが長いね。やっぱ頭使うからね。労働も頭使うけどね。労働とか言わんと荷揚げって言おうか。荷揚げ。資材搬入の仕事です。それが全部重いんですよ。で、何百往復もするっていう。置き場と、トラックで来るんですよ。ボードとか木材とか、もう漫画みたいな労働してる。木材担いで走ってて。死ぬほどしんどい。最近はそんなでもないけど、まあしんどい。エコーを吸いたいな。買い物に行くわ。買い物行く、配信するわ。何でも配信するわ、もう一人で寂しいから。誰も見なくてもやるわ。それはしょうがない。やらないと誰も見ない。やってたら誰か来るけど、すぐ去っていくことが多い。じゃあありがとう。また後で。来て。嫌やったらいいけど。